皆さんこんにちは千葉工業大学の藤井金ですこれより鉄骨構造の力学入門、要約編、その4-2として、曲げ材に生じる応力度とたわみについてお話しします。これから扱うのは曲げ材になります。ここで実際の鉄骨造骨組みでどの部材が曲げ材になるのかを確認しておきましょう。まず こちらにあの針部材も曲げ材になります。これは大針と大針をつないでいる小針です。これも H 型鋼を使っています。なおこちらの柱部材は針とは異なる応力状態となります。そのため後日改めて取り上げます。 ここでは大張りや小張りといった張り部材について考えることにします張り断面に生じる応力は曲げモーメントとん断力になります自己方向力は張り部材の設計では通常扱いません主に扱うのはこちらに示すような H 型断面です幅を B 正を H ウェブ厚さを T1 フランジ厚さを T2 とします この H 型断面の図芯軸に関する断面二次モーメントは、こちらの式1で算定することができます。ここで、張り部材に生じる曲げ応力度について考えることにします。曲げモーメントが作用して、下側が引っ張り、上側が圧縮となっている状態を考えます。中立軸から下向きに H を取ります。 断面に自己方向力が作用していない場合中立軸は通信軸と一致しています中立軸から下の引っ張り側の縁までの距離を ht とします一方中立軸から上の圧縮側の縁までの距離を h c とします引っ張り側の縁応力同士 t シグマ b で表しますここでは引っ張り寄せとします 次に圧縮側の縁応力度を C シグマ B で表します。ここでは圧縮を正とします。すでに構造力学で学んでいる通り、中立軸から下に H の位置での曲げ応力度は、こちらの式2で表されます。これより引っ張り側と圧縮側での縁応力度は、 こちらの式3で表されますすなわち縁応力度は曲げモーメントを断面係数で割ったものとして算定できます。ここで断面係数は式4で表される通り頭芯での断面二次モーメントを頭芯から縁までの距離で割ったものとして定義されます。一般に用いられている H 型断面では図芯軸に対して対称となりますこの場合は引っ張り側と圧縮側で断面係数が等しくなりますしたがってこの場合は引っ張り側と圧縮側で不調力度が等しくなります画面左側に示す H 型断面では引っ張り側と圧縮側で断面係数が等しくなります こちらの式5より断面係数を計算することができます。これは式1の h 型断面の断面、二次モーメントを図身から縁までの距離である。2分のラージ h で割ることで得られます。次にせん断応力度について説明します。実務上はせん、断力はウェブで全て負担すると考えることが一般的です。 こちらに断面に生じる先断応力度を模式的に示します。黒線が先断応力度の分布、赤い点線が先断力をウェブの断面積で割ったものです。ここでウェブの断面積は断面のオレンジで示す部分となります。この図に示すように、断面に生じる先断応力度の最大値は、 先断力をウェブの断面積で割ったものに近い値となりますそのため実務上ではウェブの平均先断応力度を用いて検定を行います平均先断応力度をタフミーンで表すとこちらの式6で計算できます次に曲げ材でのたわみの制限について説明します設計の際 長期荷重に対する針のたわみが極端に大きくならないよう制限値を設けてそれ以下にたわみの計算値が収まるようにします。針のスパンを L たわみを Δ とすると通常の針ではこちらの式7すなわちたわみがスパンの300分の1以下型持ち針ではこちらの式8すなわち たわみがスパンの250分の1以下となる必要がありますなお通常の針のたわみは単純針として算定されますこれは安全側の値となりますここで単純針の中央でのたわみの算定式を確認しておきましょう針の曲げ合成を EI で表すと 等分布荷重が作用すする場合はこちらの式でで算定できます一方集中荷重が作用する場合はこちらの式10で算定できます次に片持ち針の自由端でのたわみの算定式を確認しておきましょう針の曲げ合成を EI で表すと等分布荷重が作用する場合は こちらの式11で算定できます一方、集中荷重が作用する場合はこちらの式12で算定できますこれらのたわみの算定式はよく使うので覚えておくと便利です今回は曲げ材に生じる応力度とたわみについてお話ししてきました以下にまとめを示します はじめは曲げ材に生じる応力度です。曲げ材には、曲げモーメントとせん断力の2つの応力が生じると考えます。曲げ応力度については、曲げモーメントによって生じる縁応力度は、こちらの式で算定できます。ここで ZT と ZC は、それぞれ引っ張り側と圧縮側の断面係数になります。 対象な断面では ZT と ZC は等しくなります。まとめの続きです。先端応力度は H 型断面ではウェブで先端力を負担すると考えてこちらの式で算定します。ここで AW はウェブの断面積になります。次にたわみの制限についてです。針のスパンを L。 たわみをデルタとすると、通常の針ではたわみをスパンの300分の1、片持ち針では250分の1以下にする必要があります。以上で終わります。この後は例題編4-2をご覧ください。